ましたが、得点圏にランナーは残した。はい、マット・マートンですと。俺がこいつをどれだけ良さと思ってんの。もともと白人じゃないんだからな、こいつ。黒人で入ってきて俺が肌の色変えたんだぞ、マートンに寄せるために。ヒゲも生やして髪も染めて、なんなら背番号9番にして、なんか腕とか足につけるやつも阪神カラーにして。思いが違うんだよ。